まあ、こういった一連流れ研修でお伝えしていくんですけれども、実は金沢の研修というのは9日間なんですね。5日間がもう基本的な技術、そうですね、知識とかを学んでいただく、まあ、あのうちの直営店から歩いて、まあ、2、3分のところにこう研修センターがあるんですけど、そこでまずは5日間みっちり、学んでいただいて、でお休みが入って、で翌週からは実はあの直営店の、ね、OJT の研修があるんですよね、はい、で実際直営店のお客様のところに行くんですよね、実際に行きます。じゃあ初めましてじゃないですけれども、金沢ですっていう人、そうです。じゃあリアルな、もう本当にお客、あの自分が開業した時のもうそのものを体感そこでしていくという形ですね、はい、ありがとうございます。なので、技術面、あとはそのオペレーションの部分をしっかりとこうリアルタイムで学べるっていう、まあ、やり方になるんですけれども、はい、であとは実はね、ここもすごいところが弟子入り制度というふうに言われてて、弟子入り制度って呼んでるんですけど、これメンター研修っていうふうに言ってます、金沢はですね、あの全国開業いただいてるオーナーさん、売り上げもしっかりと取れてるよとか、あとはとってもお客様の対応上手だよ、で成功事例をどんどん取り入れてねとかっていう、本部とオーナーさんが協力し合って開業1年目のオーナーをしっかりとアシストしていこうっていう制度があるんですよね。これすごい制度なんですけれども、これがあの3日間あられますね、はい、でもさ、本部で行う研修と、うん、あとはそのメンター店舗さんの研修のちょっと違いっていうのをちょっと教えていただけますか。はい、まず本部で行う研修については、先ほどもお伝えしたように、まあ、基礎的な部分が、主になってるんですけれども、このメンター研修っていうのはより実践的な、研修になってます。なので本当にメンターさん、要はトップオーナーさんと言われる方たちが1日を通してどのような動きをしているのか、見積もりから納品、施工まで、全部の流れっていうのを再度ですね、より現場目線でお伝えしていただくような場になっております。ありがとうございます。結構皆さんね、メンター制度さらっと話してますけど、これ実はフランチャイズで言うとすごいことで、なんでかっていうと、フランチャイズって意外と、まあ、こんなこと言っちゃ怒られるかもしれないですけど、カットされるかもしれないけど、加盟店同士が仲良くするの嫌がるっていうフランチャイズ多いんですよ。なんでかっていうと、本部の悪口になっちゃうから、だけどこれもオープン、皆様がいやもう新人バックアップするよ、一緒に仲間でやっていこうよみたいな、これがすごい強いですよね、はい、私も開業いただいてるオーナーさん、本当にねメンター店舗さんにいろいろ相談してるんだって言っていただくこと多くて、ここはもう本当にね自信を持ってお伝えできるこのサポートの一つだなというふうに、なのでここでしっかりとまた開業前に準備を備えていただいて、まあ、オープンできるっていうのも本当に金沢の一つね強みだなっていうふうに思います、うん、これがまとまっての研修で12日間でしっかりとオープンしていただくっていうような流れ、オープンの時はね、実は今度はスーパーバイザーが、ね、臨転します、はい、皆さんがオープンの時は必ず弊社のスーパーバイザーが臨転して、北海道でもあろうと沖縄でもあろうと全て行きます。でちょっとこの、オープンの時にスーパーバイザーが行く理由っていうのは何でなんですか、はい、そもそもしっかりと開業するための、まあ、準備ができているかどうか、まあ、そちらに関しては開業日に確認するのではなくてですね、開業日前に、加盟店の皆様とズーム面談ですとか、はい、まあ、電話での口頭でのやり取りになるんですけれども、そういったところを通してですね、施工の場所を移してもらったりとか、でこれが足りないですとか、ここいいですねとか、まあ、そういうのをやってたりするんですね。じゃあ実際こう開業を迎えましたって言った時に、どうしてもやっぱりいくら研修を行ってるとはいえど、わからないことは当然あると思うんですね。で近くにやっぱいないとですね、オーナーさんも緊張して、うまくお客様とコミュニケーションが取れなかったりとか、まあ、そういったところもありますし、まあ、そもそもじゃあ開業してから売り上げを作らないことにはですね、他のことに資金が回らなくなったりっていうこともありますので、まあ、そういうもろもろの込みでですね、こうスーパーバイザーが皆様のところに開業支援を行くことによって、開業日の結構しんどい3日間反響が来る3日間っていうのを一緒にこう乗り越えていって、この3日間でもらえた反響に関しての次の行動っていうのを、このスーパーバイザーの開業支援で次の行動に移していくっていうのが目的になります。なるほど、ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございます。興味のある方はぜひ他の動画もご確認ください。